ちゃん。こんにちは。はい。豊さん。はい。阪神が新助っ人外国人を取りました。あのさ、はい、俺阪神に一言言いたいのは、はい、キツネダンスが流行ったからってトラダンスはやめなさいって。あ、日本のね。これですよね。そうですよ。これですよ。あれが流行ったよってトラダンスやめなさいよもう2番選手2番選手なんかそれも六甲おろしにあれしてるからね痛いそりゃね日本ハムはねキツネダンスってちゃんと洋楽使ってそうイルビス使ってますからなそういやそれはね、うん、それ意味があるわけよはい六甲おろしでトラダンスはやめなさいよみたいななんかねちょっとね恥ずかしいちょっと痛い感じがしたね。そうですね。そっちも痛かったんですが、はいまあ、こっちは痛いと出るのか、まあね、吉と出るのか、凶と出るのか、阪神が新しい外国人選手としてメジャーリーグのパドレス傘下の 3A エルパソに所属していたアデルリン・ロドリゲス選手を獲得しました。はい、いいね。オリックス。そうです。2019年にオリックスに所属しておりました。オリックスに所属してた時は59試合。出て打率2割1分8厘ホームラン6本25打点という、まあ、活躍いるそこなんですよそこなんですロハスジュニアをまともに使えないのに、はい、それとってどうするんだろうねそうなんですよだからファンはみんなやってるんです守備下手くそだもんなそうなんですよこれ守備がびっくりするんです、まあ、オリックス時代はびっくりすんなよオリックス時代、まあ一塁しか、ま、守れないというふうに言ってるんですが、はい、一塁の守備で8失策昨シーズンは 3A で三塁手として31試合に出場したんですが12失策という、うんまあ、ほぼ守れてないというか、ね、はいそうなんです、まあ年まあ、ただね、はい、右の代打って考えるとやっぱりいるだけで嫌だよね、うん、それはやっぱり一発もあるしさ、はい、あの嫌だと思うよレギュラーで使おうなんていうのはあんまり思ってないのかもわからないよねただ誰か抜けた時にポッと一塁 を任すとか、はいまあ、そういうことだけで、うん、俺はそんなにレギュラーとして 使おうなんて思ってないと思うあでということは、まあ、今すごく懸念されてたのがレギュラーで使うんだったら、まあ、大山選手一塁にいるしまた守備体系が変わってくるじゃないかとかそうだね、はいまあ、その大山をサードにしてね、はい、あのサトテルをライドにしてって、うん一塁を開けることは可能なんだけども、はいまあ、状態がめちゃくちゃ良ければさ、うん、使ってもいいし、はい、そんなに状態普通であれば今の阪神のバランスを崩す必要はないよ ね、 そうですねだって大山だって一塁に行ってバコバコ打ち出したしね、はい、そんなに変える必要もないかなっては思うよそうですねただ代打にいると相手ベンチからするといやちょっと右のあのいるぞみたいな、うんそんな感じになって左出しにくくなるんで確かにそうですね、うん、だからまあ例えばさ糸井とロドリゲス、はい、この2枚が左と右で代打に控えてるっていう風になればさ、はいまあ、ロハスジュニアっていうのはスイッチだしさ、はい、ちょっと嫌だよねそうですね今現状でその阪神の代打ってなると、まあ、糸井選手もそうですけどあと北条選手だったり山本選手小野寺選手、うん、あと高山選手だったりともう一パンチ欲しいなって思う選手、まあ そうだね、それで右がやっぱ欲しいよね、はいまあ、甲子園球場を本拠地とする阪神であればね、うん、俺はだあのそんなレギュラーとかそんなんでは考えてないと思うよね、うん、ただ一枚やっぱもう一枚パンチのある人間が加わるとさらに嫌だけどね確かに嫌だけどそうです、ね、だけど今じゃあ現状点取れてないかって言ったらそんなこともないし、はい、大山頑張ってるし、うん、里照も成長してるしね、はい、だからそんなには俺は考えてないと思うレギュラーではしかもレギュラーで変えたところでじゃあ何番を打つんですかやっぱりまあ、例えば4番が里照でしょ、はいまあ、3番とか逆に6番とかねそうなってくると例えば近本選手を1番に戻すとかやっぱりね理想形は1番近本2番中野、はい、で3番に右、はい、で里輝、はい、で右の大山、うん、っていう並びが理想だと思うんだよねそうですね、うん、だからマルテとかがダメで、はい、マルテが3番にね収まってくれれば近本1番に戻せるんだけど、うん、でもこの 1-2-3 っていうのは足が使えるから、はいだからそれはそこのそのままにして、うん、で里輝大山ロドリゲス、うんはい、ぐらいでもいいと思うただ守備が
せっかくね阪神の守備っていうのがこうエラー数がちょっとずつ減ってきて、うん、外国人を入れることによってエラー数が増えたりだとか、はい、致命的なエラーがあったりだとか、そういう風になるのはちょっと怖いよね。そうですね、うん、だから使わなくてもいいんだよ、代打 だけでも、うんうん、それでいいってことですよね。だと思うよ、それは破壊力があるもんね、うん、でベンチにも破壊力がある人間がいるっていうことになってくると、はい、すごく相手としたらやりにくくなるよね。そうですよね、うん、まあ、このロドリゲス選手が、まあね、中盤、まあ、後半戦でどういうふうに、まあ、例えば代打で一発とか起用されることによってこの阪神のまた順位にもちょっと関係する。いやいや、だからヤクルトの追っては今阪神しかいないと思ってるから俺。巨人は、いや巨人はちょっと今の現状じゃ厳しいよね。あ、なぜ厳しいかというとさ、はい、巨人が中継ぎ陣の防御率が悪すぎるよね。そうなんですよね。だ大勢につなぐまで大変だもん。本当そうなんですよ。いや本当にもう大勢につなぐまでヘトヘトでつないでるような状態だから、はい、ビエラとかもダメだしね。また炎上しちゃいましたからね。だからなんていうボールの力あるけどもやっぱりそこら辺の丁寧さだとか、うん、細かいことができないからこれからもあんまり信用できないもんね。だ巨人今本当にちょっと大丈夫っていう風な状況になってますけども、はいはい、巨人がここからヤクルトだったり阪神に差をつけられないで追っていくためにはなんか、まあ、でも阪神の方が下だからな、まあ、今そうなんですけど、でも勢いとしては、でも勢い的にはやっぱり今ヤクルト阪神だよな。そうですよね、うん、で DeNA かなみたいな。おまあ、中日もちょっと良くなってきたし、はい、まあ、広島のなんか戦い方が変わってきたというか。じゃあ今の、まあ、順位表抜きにしてその勢い的ランキングでいうと巨人が一番最下位になってしまうんですか、ね、いやちょっともたつきを感じるよね。でそこをじゃあ本当遅れを取らないようにするためには今おっしゃってたとにかく中継ぎ陣っていうことが必須になってくるんですか。でね、やっぱりね8回に失点が多すぎるんだよ、うん、そしたらね、どういうことが起きるかっていうと大勢が疲れちゃうよ。もう出番かなと思って用意するのに8回でやられて、あ、出番がなくなったとか、うん、え、今日は出番があるのとか、うん、マッチ時間の疲れっていうのが溜まってくるよ、はい、大勢経験がないだけに、うん、だ8回とか本当に7回から8回にかけてピシッと抑えられるピッチャーが来ないとなかなか難しいな、うん。中継ぎ陣で今いいピッチャーっているんですか。いやだから苦しんでるいやだから苦しんでるなんかみんな例えばフォアボールを出してピンチで次のまた中継ぎ陣に変わるとか可能性あるんだ。そういうのをすごく多く見てる気がするんですけど、まあ、信じては出してるんだろうけどさ、うん、期待に応えられてないっていうのが今現状だから、まあ、そこら辺でもたつきがあるとさ、やっぱ追ってにはいかないよね。追っていけないよ。だから相手チームも先発は崩せないけどどうせ中継ぎに変わった時に逆転できるとか点取れるって思っちゃう相手チームもたくさんいますもんね。まあね、ただまあ、吉川がずっと3番打ってるけど、うん、吉川の3番というのも、まあ、ちょっと辛くなってるよね。あ、今現状、うん、でそれとやっぱ増田陸っていうのはすごくいいよ、はい、俺も大好きな選手だけど、うん、これが最後まで持つのかどうかっていうのが、うん、不安定だし、うん、で大城の状態もあんまり良くないしね、はい、で小林を使えばちょっと打てないっていうようなこともあるし、うん、非常に苦しいと思う巨人は。そうですよね、うん、ってことかどうしていけばいいんですか。どうしていけばいいか今度は野手陣ですけど、でもやっぱホームランを打たないことにはやっぱ勝てない、はい、まあ、あそこのチームの特徴だよね、うん、でホームランを打ったものを守らなきゃいけない。守るということに関して言えば中継ぎ陣だろうな。まあ先発ピッチャーはそこそこ頑張ってるんだよ、はい、頑張ってるけど繋いだ時に崩壊してしまうという、はい、で接戦に弱いという、ね、うん、今現状になってるんで、まあ、中継ぎ陣の整備だろうな。例えばもう思い切って下からなんか良さそうな選手とバット入れ替えてみるとか。もうそんなことはやってますか。あんねん、お前素人がやってるわけじゃないんだ。そうですね。よかったらあげるよ。そうですよね。よかったらもう確実にあげるから。そうか。それがもう先発陣にどうにかして8回まで投げてもらって、9回大勢投手で勝つっていう。まあもうそれが直結がいいよね。はい、直結がいいけど。今まあ100球だどうのこうのって言われてる時代に急に投げさせるようになってくると次の登板にも影響してくるっていうさ、はい、
これが慣れてればいいよ、120球とか130球投げても平気だよみたいな、うん、まあ、そういうピッチャーだったらもう直結でいこう、今日はもう直結でいこうとか考えられるけど、100球で大体前後で変えられるっていうことになってくると、そういう練習しかしてないでしょ、はい、そしたらスタミナ不足だよねみんなね、うん、だから、まあ、桑田は言ってるんだよね、120球とか投げてもらわないと困るとかね、うん、言ってても調整がそういう調整だから、やっぱスタミナがなくなってきてることは確かだよね。そうですね、うん、だから、まあ、直結でいけるのが最高最高だけど、そうしていかないときにやっぱ中継ぎ陣が8回の失点って相当あるからね、はい、そこら辺をやっぱこう解消しないと追っていけないよね、うん、厳しくなってきた。だってヤクルトなんか中継ぎ、お前ローテーションだよいやだって後半戦の広島戦でみんな中継ぎ使ってんだよ、はい、誰一人として2試合投げた人はいないんだよ。すごい、いいですね、だからローテーションみたいなの組んじゃってるんだから。中継ぎローテーションですよね、うん、だから組めるんだから。豊富ですね。豊富なんだよ。でそれも豊富っていうか、みんなそうやって実績が、うん、実績っていうか結果を出してくるんだよ、ね、うん、みんな大体使われるイニングが決まっていて、はい、使って厳しいところに来た時に田口がいるんだよ、うん、田口だけがポジションが決まってないんだよ。お前は厳しいところって何回になるかわからないけど、うん、お前は厳しいところって決まってるわけだ、はい、だからそこで投げるよ、うん、で、あいつもタフだから。そうですね。いやだからそれ考えるとさ、うん、戦力的に見ても、うん、そりゃヤクルトを追っていくっていうのは大変だし。そうですよね。また今勢いのある阪神にも抜かされていく可能性も。だから阪神はそのちょっと休ませた湯浅、ね、うん、はい、が戻ってきて、まあ、この前ちょっとやられたシーンあったけど、うん、はい、ああいうピッチャーが戻ってきたりだとかさ、うん、アルカンタラが結果を出したりとかさ、はい、だから巨人を見てると大勢につなぐのはヘトヘトだもん。もうそうですよね。もうね、胃が痛くなるよね、うん、見ててもそうです、うん、だから、まあ、そこら辺をもう本当に、うん、整備しないと、うん、ちょっと追っていくのには追っていけなくなる、ね、そうですね。スタミナがもうなくなっていっちゃいますもんね、うん、そうそうそう。長期戦うっていうのはピッチャーを含めた守りだからさ、はい、ね、まあ、先発ピッチャーはいいとしても中継ぎ陣がゲームを壊してしまう、うん、ね、守らせたら野手陣がエラーをしてしまう。今シーズン一番多くエラーしたのが巨人だよね、セ・リーグの中では。だからそうなってくるとやっぱ大変だよ。そうです、ね、指揮官は、うんうん、だからまあそこら辺の整備を進めないとね、うん、まあ、進めようとはしてるんだろうけどさ、なかなか、いや他も大変だからそうですね。そうそう、そうまあ余ってあぐらかいてるのなんかないからみんなね、まあ、多少余裕があるかなって思うのはヤクルトぐらいでさ、はい、他厳しいよ本当に。ギリギリのところでみんなねやってますもんね、うん、やってるやってる、うん、だから、まあ、巨人が追っていくのには中継ぎ、うん、ね、で阪神バランスを崩す必要もないし、はい、でもベンチにいたら嫌だし、はい、でも調子が良ければ使っても面白いし、ロドリゲス、はい、うん、ね、まあそういうね、そうですね、後半戦に向けてね、巨人、阪神、そうだな、はい、どうなっていくのか、まあ、ヤクルトがいいだけにな、そうなんですよ、ちょっとね、ちょっともうちょっとセ・リーグ、最後まで面白い戦いを見たいので、やっぱね、村上のあのリーダーシップっていうのはね、チームを鼓舞し、引っ張るな、うん、いや、すごい存在感ですね、それ考えると。だから阪神は大山、はい、まあ、巨人は坂本、はい、ね、こういう人間に、うん、期待したいよね、はいはい、そして豊さん、はい、なんとこのチャンネルがですね、はい、29万1000人登録者数来ました。ありがとうございます。ありがとうございます、皆様のおかげです、ありがとうございます、ね、はい、もう少しです、9000人ぐらい、そうです、9000人で30万人、そうです、どこかの市町村の、ね、ちっちゃい市町村の人口と考えれば、あ、そうだな、はい、すごいことだけどね。そうなんです、うん、あと9000人でこれ30万人到達しますので、ね、はい、ぜひ皆様の、登録、まあ、チャンネル登録、チャンネル登録、そして、はい、いいねボタン、はい、いいねボタンも久しぶりに言ったな久々、今年初めて言いましたか。でもね、言わなくてもよかったら俺やってくれてる、やってくれたりだとかさ、はい、登録してくれたりっていうふうに信じてここまでやってきたのね、はい、まあ、最初のうちは言ってたけど、はい、ね、だけどそれから一切言わなかった、うん、でもね、やっぱ30万人になりたいなりたい、よろしくお願いします。